AMC の店舗 AMC オンタリオミルズ30、AMC エンパイア25、AMC シアターズは、アメリカ合衆国の AMC エンターテイメントインク社が運営する映画館チェーンである。北米で、収益トップ50の映画館を要し、12、大映画館チェーンの中で2001から2002年の、不況を生き残った4チェーンの一つでもある、ナショナルアミューズメンズ。 そして、シネマークシアターズ。同チェーンのマスコットは、1991年以来、予告編に登場する、動くスライドフィルム、クリップである。カナダ、イギリス、フランス、そして、香港にも、店舗を持ち、AMC シネマとして知られる。スペインでは、AMC シネとして知られる。AMC は、競合他社を取り込むことに成功してきた。 2007年3月、AMC は、ゼネラルシネマとニューオリンズ広域都市圏のガルフステート、シアターズを買収し、それぞれ621スクリーン、68スクリーンを手に入れた。2003年の暮れには、アトランタとミネアポリスセントポール都市圏の有料映画館チェーンであった、メガスターシアターズを買収した。そして2006年1月26日、AMC は、 ローズシネプレックスエンターテインメントと合併した。AMC はこの買収劇で勝者となり、合併後の存続会社の名前は AMC エンターテインメントインクとなった。2012年には皮肉にも AMC 自身が中国の大連ンたちグループに買収された。2016年にはカーマイクシネマズとオデオンシネマズを買収して、欧米最大かつ、 世界最大の映画館チェーンとなった。AMC は6カ国に358巻、5128スクリーンを持つ。いくつかの米国の映画館は、米バスケットボールの伝説であり、ビジネスマンでもあるアービン・マジック・ジョンソンの名前を付けられている。AMC は、米国とカナダのほかイギリスに2つ、フランスのダンケルクに1つ、そして、香港に2つの映画館を持つ。 過去には、ブラジル、チリ、日本、メキシコ、ポルトガル、韓国、スペイン、スウェーデン、そして、ウルグアイにも展開していた。2018年4月には35年ぶりに映画上映が解禁された、サウジアラビアの初の映画館をオープンした。日本一号店が出展した、キャナルシティ博多1995年5月に、AMC エンターテインメントインターナショナルが、 日本支店を設立。日本市場に参入した他社が、日本国内の資本と提携を模索する中、同社は直営での展開を進めた。1996年4月20日に、日本初となる、ロードショー地域のシネマコンプレックスである AMC、キャナルシティ13を、福岡市博多区のキャナルシティ、博多内にオープンした。 メガプレックスの展開で成功していた同社は、日本一号店である、同サイトにも13スクリーンを設置した。日本の工業関係者からは、常識外れのスクリーン数に批判もあり、その手法から、黒船と恐れられた。邦画系を中心に作品が配給されない懸念があったが実際には配給され、開業2年目の1997年には150万人動員を、 集めている。1996年の発表では5年間で300スクリーン、10年間で1000スクリーンという目標を立てており、発表された候補地から都市型のシネマコンプレックスを中心に展開するものと考えられていた。しかし、後にショッピングセンター編設型で地方都市にも展開する計画が立てられている。 キャナルシティ13の後に実際に5年間で出展されたのは下記の4サイトのみで当初の目標を大幅に下回った。この間、1999年7月には日本法人の株式会社日本 AMC シアターズを設立し、アンケ日本支店から劇場運営を移管している。アメリカでの競争が激化したため、2000年頃から アメリカ国外への投資を抑制し国内への投資に集中することになった。日本国内の資本とも提携していなかったため、北九州や大分、長岡の出店計画は撤回され、イクスピアリ16以降の新規出店は行われなくなった。2005年には日本市場は投資効率が悪いと判断され、撤退を開始する。 まず、2005年6月18日に、イクスピアリ16を、日本 AMC からアンケに移管。同サイトは、高額な家賃をめぐって、日本 AMC とオリエンタルランドが競争中であった、ため、整理は後回しにされた。同年7月1日には、日本 AMC と、同社運営の4サイトを、ユナイテッドシネマに50億円で売却。4サイトの劇場を全従業員と、 本社スタッフ数名もユナイテッドシネマに引き継がれた。残った、イクスピアリ16は、同年9月1日に10億円でアンケから、オリエンタルランドに営業上とされた。前述の係争についても同時に解決されている。運営は、オリエンタルランドから、同社の完全子会社であるイクスピアリに委託され、劇場全従業員と、 旧日本 AMC 本社スタッフ3名もアンケから、イクスピアリに転籍した。なお、譲都時の条件として8ヶ月以内に、AMC から解消することを求められていたため、同サイトは2006年3月1日に、シネマイクスピアリと解消されている。2005年10月末に、アンケ、日本支店は閉鎖し、撤退が完了した。ABCDFG AMC Entertainment Holdings, Inc., Form 10, K4 2018 https://www.sec.gov/.archives/.edoga/.data/.1411579/.00014115791900013/.c579-20181231x10k.htm2019 年9月25日閲覧。エムドーマン、AMC3rd。 クォーターレベニューアップ、ハリウッドリポーター366、ナンバー35、6、キャサリン・ハリス、AMC オンファーム・フーチング・アズ・アザーズ・スタンブル、ロサンゼルス・ビジネス・ジャーナル23、ナンバー4、14、AB ホームページ、AMC ・シネマーズ、アクセスト・セプテンバー21、 2008AB ホームページ AMC20 カークアクセストセプテンバー 212008AB イングリッシュホームページ AMC シネマズアクセストセプテンバー212008ホームページ AMC シーニーズジャニアリー212002トール集団が米 AMC を買収世界最大の映画館チェーンに中国 レコードチャイナ、2019年4月14日閲覧。リーベルマン。デビッド、AMC エンターテイメントクローゼズカーミー、シネマズアクイジション。デッドラインハリウッド、マンたち、米映画館チェーン1243億円で、買収マイトップに。日本経済新聞。2019年4月14日閲覧。ダイレンマンたち、映社買収完了映画館の世界最大手に。 日本経済新聞。2019年4月14日閲覧。ローケーションズワールドワイド AMC シアターズアクセストセプテンバー。21-2008AMC インターナショナルローケーションズ AMC シアターズジャニワアリー 28-2001AMC ローズシネプレックスツーマージ USA t o d a 10-21 2005 AMC インターナショナルロケーションズ a m c シアターズ r e s 中8-2003サウジでブラックパンサー上映35年ぶりの映画解禁ウォールストリートジャーナル2019年4月14日閲覧 AB 対等するシネマコンプレックスと映画館産業の行方第1回積極展開を見せる外資系企業 月刊レジャー産業資料第31巻第9号、総合ユニコム株式会社、1998年9月、121から127ページ。AB、話題の商店ユナイテッド市、AM、C、AMC を買収へ、重賞、角川で30サイト実現に、メド、AV ジャーナル第45巻第7号、文化通信社、2005年7月、6から7ページ。 映像最前線オリエンタルランド、シネコンに、興味津々まず AMC を直営化、新規出展の可能性も、AV ジャーナル第45巻第10号、文化通信社、2005年10月23ページ。ありがとうございます。